はい、えー、こんにちは、翔太です。ポケットマスター、ソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。いやーもう、し、しんどいな、このゲーム。さっきから今日アンカさって6 5時、6時ぐらいからずっと撮影して、今1 1時とかなんだけどさ、アンカ、ずっと4桁にいて、まともな動画1本も撮れないしさ、なんかめっちゃ全然4桁に居続けてるんだけどさ、 <laughs> クソしんどいんだけども、ーム。どうしたらいいわけああ。まあ、ウるパンでね、機械的にプレイするだけなんで、最悪僕じゃなくてもいい気がする。なんか、さプログラ、プログラミングできる、できたらさ、プログラミングして、この時はこういう動きと、戦術はこれとこれでなんか、決めるプログラム作ってさ、それに24時間稼働させたいもん、システムとして。まあ、そんな話は、だっておき、いやドランムドえー、っとね、 あっと1。あっと1。アイアントに勝てるやつ。いない。終了まあ、ダーで。なんか全然こう、レベルの高い試合をさ、撮影できない上にさ、まあ、なんていうの、低レベルなことをやってるなら、低レベルなり、なんかちょっと面白い感じにしたいけどさ、なんか <laughs>、じゃあ、僕がなんかつまんないなと思って、勝てないからつまんないなと思ってやってるから悪いんだけどさ、普通に、 つまらん感じになっちゃうんよなドヤームの引きで。選手、あなんか、戦、もうなんか戦術策解消できないし、いけると思ったら、ドヒドは大最コで殺されるし、もうなんか <laughs>、何やってもダメなんじゃないかっていう。畑から来た。まあ、裏に通る技を知ったいかなプレスの通りがいい。アバゴーラ。死んでもらおうぜ。 プレスでいいだろう剣、ああ、剣部ちょっと困るけど。ああ、超圧 OK。超圧にプレス打てんのはいい。ただ、無動が回復しないから、ゴリランダーを処理するだけになっちゃって、裏通されるのがまずい。この打ち合い負けそうなんだけど、普通に。まあ、3打引くか。相手多分、えっと、はたき超、はたき超圧か。なんか、超圧入れてるやつ多いな、しかも。なんか、 いや、まだ4桁はウケループのカモじゃなかったからね、昔から。まあ、この世界にはね、ウケループのカモっていうのがいるんだけど、カモでもないけど、<laughs> なんかね、普通に、普通に全員なんか <laughs>、上手くて強いんだけど、4桁の人僕今強者だと思ってるもん。4桁の人全員 <laughs>、勝てないから有名強者、もう、まぁ、あ、でも番組次ボルチェンで無道置けるから、無道回復できるでしょ。そうすると、 えっと、ゴリランに対してまだ余裕持ってるから。で、グラッシーとも一回しか入んないし。ま、あこの外しはいいかな。タワナメ、むしろ入んない方がいいわ。あと、混乱。混乱引かないなら、暴風はな,なくて、あったまくても変わんない。混乱は。バンギー意外と柔らかい。いや、こんなもんか。まあ、ここ損んで、無度着地でるでしょ。で、バンギーが引いてないこと確定してるからまあ、ここでプレス打っていくのが強いんじゃないかな。 ロマッキーサンダーの行動がかなり制限されちゃうけどいやでもねこれ多分相手無道重すぎると思うんだけど誰で殺す気なんの無道をああその番ギかえー、っとこれ絶対裏に引いてくるからバンギ死ぬとサンダーで多分負けでしょただら引き先いないんじゃないかまぁ、あ、怪竜が特殊型だった場合がワンチャンあると思ってるけど それを考えると羽なんだよな。プレスじゃなくて。こう突っ込むばかいないし、この世界に。うん。アバコーラ来た <laughs>。アバコーラ来た, <laughs> た。こいつ知らないんだけど <laughs>。何してくんの <laughs> まあ、空破はありそうだよね。おそらく。まあでも一回プレス打つのは変わらなくて。まあ、サンダー捨ててヤドランで大ストリームで殺すとかか まあまあ硬いもうこれだよもうこれだよこのゲームはもうこれなんだよなもうえアバゴー待って待ってもう知らないんだよだからアバゴーラってポケモンポケットモンスターソードシールドのランクマッチにはいないからポケットモンスターソードシールドにはいるかもしれないけどランクマッチのポケモンじゃないじゃん 見ていいポケテツあさこれポケなんかググる時にさ本当に毎回思ってるんだけどさなんかさポケテツ以外のエアプ攻略サイトが本当うざいんだけどなろくな情報載せてないくせにさ検索の上に出てくるからさマジでマジでムカつくんよなこれ物理型でしょおそらくえー、でも 三大アドランで詰めれるか。なら。アドランで鉄壁しちゃえば結局勝ちで。強。ちょっと止まれ止まれ止まれ。六ブラー、オッケーオッケーオッケー。ブラーあると思ってなかった。オッケーアバゴラ潰す。えもうこれ勝ったけど。相手が物理にめちゃくちゃ寄ってたから無道クソ刺さったけどさ。ねえ。 <laughs> この動画タイトル何したらいいんだろう <laughs> なんか毎日そう <laughs>、どうしようみたいな <laughs> 感じになっとるよね <laughs>。あ、剣舞があるポケモンではあるけど、うーん、挑発なんかジェット切っていいと思うけどな。無道上から動くようになったらもう負けようがないでしょ。で、ンギにも殺されないし、ゴリランダーも殺せねえよ、無ウのこと。 これやんだら潰せば勝ちだなんとか、なんとか勝ち自体を動画にできそうだけど、なんかやってることがなんか特に <laughs> 何もないんだけど <laughs>、問題のさ、いやこの辺の順位だと,あと当たらないんだけど、ちゃんとした構築とウーラオスサンダーとかがちゃんと入ってるさ、ちゃんなんか強いこっちも <laughs>。もう嫌だよ。かといってでもなんかプライベートで裏で、 順位上げるためにランクマッチをやる気持ちになれないし、ランク多分順位上げれないんだよな。僕も弱ければ構築も弱い。たまにあるじゃん。構築クソ弱いんだけど僕がめちゃくちゃ強くて勝ててるっていう時と、僕がクソ弱いけど構築がめちゃくちゃ強いから勝てるか、まあ、まあ僕が弱いせいで負けるかみたいな、どっちかはあるけどさ、なかなかないよ。僕が弱くて構築も弱いっていう時。 本当に何も先行きが見えないからね。そういう時は。これで無道の方が早くなって、ゴリランが早くなるはずないから、上から羽休めとか鉄壁が後にできるようになる。まあ、あンギ出しはいいかな、こ,この。羽ね押せるようになるし。で、ジェット2回通ったから、ここ何押すんだろう。さすがにダイマックスは最低でもしてくるかなと思ったけど。 ああ、もう一剣部か。これ、ダイマックスターン潰されないんだったら、ジェットでゴリランダ仕分けて、えっと、ウォールしてくるんだったら、鉄壁でいいよね。まあ、鉄壁移りはあるかな。取り口でいいんじゃない落ちるっしょ。赤ゲージが倍になったところで、大処もないから、いけると思ってるけど。なんかね、竜王戦ルいやリオ王戦ルールは、まあまあ、やれたから、 全然良かったんだよむしろこっちの方が、利用戦ルールは逆に、YouTube がめちゃくちゃ不況だったから、本当になんか人気なくて <laughs>、やってる人たちは結構まあまあ楽しいんでやってたけど、まあそれでも文句言いながらやってる人も結構いたからな、しょうがないと思ってるけど、あの時はでも僕はもうちょっと生き生きしてたけど、さすがにね、こっちだと、 YouTube は生き生きし始めたけど、今度僕が <laughs> 死に出したからななんか、竜セ戦ルールを挟む前よりさきつくなってない竜王戦ルール挟む前、一応2000とかはいけたんだけどさこのルールでも。竜セ戦ルール挟んでからなんか <laughs>、突然 <laughs>、やっぱなんか無限大なおっしゃったことへの、あれがでかい。いやーでもそんなことだって、僕が無限大なおっしゃってるけど、みんな雑ザシアンとかさ、海洋画とかさ 日食ネクロとか失ってるわけじゃんそれを考えると、僕だけが割り送ってるみたいなことはない。でもみんなウーラウス失ってないな、そういえば。そこだけはちょっと、なんとも言い難いあれがあるか。ダイロック耐えるよ、しかもこっから。<laughs> 無道、最強だから。竜舞されはちょっと怪しかったけど。まあ、ジェット2回押してるかな、先に。 あーまあ、これは勝ったからよかったけど、無だね。動画のタイトルが。ウォールしても変わんなくない起きること。こういうこと、動画で言わないようにしてるんだけどさ、なんかね、言っちゃうわ。な、何が面白いそのさ、NHK じゃないんだよ、俺はよ。なんか、ねえ、こう猫被ってて面白くないじゃん。言うわ、う降参しろ。 プレス落ちるんだから。OK。ケー。さんされない代わりにバンギラスを叩き潰すと。ちなみにこのバンギラス、僕がずっとオーサになってる方のバンギラスだから。ごめん。ケ、OK、ー、GG。はい。じゃ、そのまま続けて2戦目やっていきます。ちなみに相手の構築に文句を言い続けてたら、やっと、こういう手強い感じの相手が来たね。ねこれはこれで、<laughs> ガブリアス無理,無理だから嫌なんだけど。 ガブリアスいるのはちょっと違くね。ガブリアスの枠だ,だけさ、うん、なんだろう、なんかもうちょっとなんか、優しいポケモンにしといてほしかったんだけど。これ多分ね、ピックシーで、バン、いや、バンギーめちゃくちゃ投げたいけど、サンダー来るか来ないかで、来なかったらもうその瞬間にバンギラス、<laughs> やるタタンクな,なんだけどな。ねピクシー本当は投げたいよな。あー、攻め駒選出にして、 裏のピクシーで頑張る感じにするか相手の受けに対しては。それで相手の受け子も封殺できるでしょえー、だとしても、相手のサンダーに対する回答がないんだけど。で、でっかくや、ピクシーでは見れないけど。あー、相手ガブ絶対出すよな無道。えーの、ドラ行ってもか、かといってじゃ見れる枠いるかっていうと、いないし。ピクシー番ギ無道 いやー、レれ、ひれ重すぎる。だからやっぱサンダーがる剣出したいけど。まあ、まだ希望があるのはる剣か。地域技に魂かけよう。うん、バンギーナイトさすがに成立しないかな。ちなみに相手が小賢しいと、まあ、サンダーを投げてこないって言おうとしたけど、サンダーから来てたわ。ああ、ここ絶対ボールチェーン。もうボールチェーンしかないからギロチン打ちたいよ。 グッとこらえて。いやでもこね、暴風から入ってきて次ボルチェンしてくるにしてもさ、結局ピクシー引きできないんだよな。ガブ引き1点を入れピクシーに釣りたいんだけど、サンダー突っ張れない場面だし、それが成立しないんだよな。あそもそもね、え、ね、これだったら紙剣で僕突っ込んだよ。ここで出てくるガブリアスに対して、 抵抗手段がないため、負けです。ね、え無道、でも無道投げれないじゃん。バンギムドピクシーに、もうレヒレに勝て、もう、全試合さ、安心感を持って戦手すぎる戦術ないんだけど。まあ、ポリヒトで無理になるけど、いやー、まあ、ギロチンで殺せばいいか。 相手、こう、剣舞しかないよ。いやー、でも、ガブの礼儀、あ、じゃあ、番儀の礼儀考えると、ちょっとみたいな、ダイアイス考えるとみたいなとこあるか。釣ってきた。これ、相手側から僕にチャンスくれたね。ちなみに、鉄火具屋の型次第で、一瞬で負けます。相手は3体割れたから、いやゴここ、身代わりしかない。 いや、サンダーじゃなきゃダメだったなぁ。神剣でもガブリアスキスいの変わんないもんな、別に。うん、まあそうだよね。まあ、それは分かってた。選出何が正解あったサンダーえっと、サンダー、エアームド。いやー、でもそれでもガブが無理だ

じいじい。